皆さん、こんにちは。こんにちは、今回は豚が鳴いた夜をやっていきたいと思います。似たようなのやったことあるような。そうそう、豚をやった日の続編みたいよ。またシュールな絵が出てくるんだろうな。それもまた醍醐味、では始めて参りましょう。お先真っ赤。いい味出してる。問題。1、いやだいやだいやだ信じたくない。誰か嘘だと言ってくれよ。うん。人体実験の絵なのか？だるまになってしまった。体は無事なのか？気がついたら俺の手足がなくなっていた。覚えているのは自宅が火事になったところまで。俺は全身に火傷を負って、病院に担ぎ込まれたんだってよ。だけどこんなになってまで、助かりたくなかったよ。問題に、意識が戻ってからが、最もきつい。てか、なんでここが痛いんだよ、意味不明だろ。てか、随分と文句の多いやつだな。まあ仕方ないよ、これじゃあ。切断された後も獅子が痛んだりするらしいぞ。後遺症的な？そんな感じだ。夜になるとなくなったはずの足首が痛くて死にたい。切断した手や足が、あるはずもないのに痛む。幻視痛という症状らしい。亡くなったのに痛いとか、マジなんなんだよ。もう頼むから、俺を殺してくれ。問題3、俺が死ねなかったのも、痛みに悩まされるのも、全部このせいだ。ふざけんな、勝手に決めてんじゃねえよ。これだけ元気ならもう退院してもいいんじゃない。そうだな、カルテにはなんて書いてあるんだ？手術の承諾書は見えるけど。手術にはたくさんの署名が必要だからな。家族が書いたんでしょうね。俺の意識がない間に手足を切断する同意書にサインした奴がいる。助けるには、これしかなかったんだとさ。ふんどうせやぶ医者にでも言いくるめられたんだろ。問題4、俺はお前が、憎くて仕方ない。お前のせいで、自殺すらできない。せっかく助かった命をなんだと思ってるのよ。親御さんだって助かってほしい一心でいただろうに。何につけても文句しか言えない人っているのよ。感謝するべきなんじゃないのか。母親が哀れそうな目つきで俺を見てくる。同意書にサインしたのは、お前だろうが。家族も友達も、みんなして俺を哀れみやがって。本心では、こんな目に遭ったのが自分じゃなくてよかった、と思ってるんだろ。悪たれつくだけついて終わったわね。どんな姿になってでも生きててほしい、親なら誰しも思うことだろう。いつか傷が癒えて親に感謝できる日が来ることを願うわ。次のお話。親のな。問題1、この手の報道を見るたび、愛情が足りないのだと決めつけていました。そうじゃないと分かっても、もう手遅れです。どんな絵なのかしら？メンタルがズタボロな人が描いたんだろうな、きっと。よっぽど追い詰められてそうね。精神崩壊するんじゃないか心配だな。息子が首を吊って自殺しました。未成年の自殺がニュースになるたび、私は親に問題があるのだと思ってきました。親の愛情が足りないのだと。問題に、かつての自分と同じように私も晒されているのでしょう。それも仕方ないことです。ずっと偏見を持っていたけど、いざ自分の息子が自殺をしてしまい自分の偏見を後悔してるってことだな。その人の立場にならないとわからないことがあるから仕方ないのかもしれないわね。苦労するのが好奇の目だよな。やじ馬根性丸出しが多いってことね。ご近所さんなんて所詮そんなもんさ。毎日近隣からの好奇の目にさらされています。自業自得です。かつては私自身が子供の自殺には原因があると信じていましたから。問題3、情けないことに息子の心境を想像できません。今思うと、このことがきっかけだったと思います。子供のことを全部把握なんてできないと思うよ。そんなに自分を責めることはないと思うけどな。親に迷惑をかけたくなくて普段と変わらなく過ごしていたんだと思うわ。学校でいじめでもあったのかもな。息子はテストで100点ばかり取る頭の良い子でした。賢い子ほどうまく嘘をつき、うまく悩みを隠すかもしれない。親としては、息子の苦悩に気づけるはずもなかったのです。問題4、最初は隠すつもりだったのでしょうか？それとも心のどこかでは、気づかれたかったのでしょうか？花壇から見えてる腕のことだろうか。鬱憤を他で晴らしていたんだろうね。見つけて止めて欲しくてわかりやすい場所に埋めたんじゃないだろうか。このお母さん、口で言ってるほど子供に関心なかったのかしら。息子は近所の考察外して花壇に埋めていました。庭で小さな手を見つけた私が驚いて部屋に駆け込むと息子が首を吊っていたのです。息子の殺人と自殺。
学校で何があったのか、それとも私たちのせいなのか。男の子はとんでもないことをしでかすものと考えてしまって良いものでしょうか。良くないよね。でも、腕を見つけて息子に問いただしには言ったんだな。自責の念で自殺してしまったんだろうね。でもな、残された家族のことも考えて言ってほしいもんだ。自殺だけじゃなく殺人までしていたんだもんね。お母さんも現実逃避しちゃいそうだな。次のお話。愛の対象。問題1。ねえ、大好きなあなた。これが最後よ。よーく見ておくのよ。何を書いた絵だかさっぱりだ。この女性以外にも書かれてるのかしら。これが最後よって、お別れってことだよな。いらないものに罰印つけてるのよ。待ちに待った私とあなたの愛の結晶。あなたは大喜びしてくれたけど、これはダメね。この子を見られるのは最後だから、目に焼き付けておくなら今のうちよ。問題に、これを使っておいたわ。失敗作は処分しないといけないもの。待って、赤ちゃんのエコー写真に罰印つけてたってこと？言ってることとやってることがめちゃくちゃだな。生まれてくる我が子に向かって失敗作とはどうかしてるわよ。親にならない方がいいんじゃないか。人間的に問題ありだろ。流産する薬を飲んでお腹を空っぽにしたわ。あなたに内緒で薬を飲んでごめんなさい。あなたはとても悲しそうね。どうしてかしら。これは失敗作なのに。問題3そんなに泣かないで。大丈夫、次はきっとうまくいくわ。しっかり準備しておいたじゃない。どういう神経してるんだよ。流産の薬まで飲んで、それなのにまた子供が欲しいって、どうかしてる。ベビー服やボールが置いてあるが、今お腹に宿した赤ちゃんのためのものじゃないのかよ。なんて残酷な、親なら元気に生まれてきて欲しいと願うもんだよ。子供が欲しいならまた作ればいいわ。あなたに似た元気で可愛い子、ね。素敵でしょ？実はもう待ちきれなくて、お洋服も買っておいたの。流産した子はいらない子だったのよ。問題4、シンプルでいいでしょう？あなたが愛する女は一人だけよ。ということは、推測するに赤ちゃんは女の子だったってことね。間違えないだろうな。自分の子供に旦那を奪われたくない。ってことでこの結末だろ。すべての考えが間違った女だったのよ。とりあえずは離婚を進めたいな。旦那はこんなサイコパス女だってことは知らないだろうから。こんな女、誰にも愛されなきゃいいのよ。女の子なんて邪魔なだけだわ。あなたもプロポーズの時に言ってくれたじゃない。俺が愛する女は生涯お前だけだって。約束は守ってね。私もあなたを愛してる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 愛してもう、病気だな。女の子の赤ちゃんができるたび、同じことを繰り返すだろうから入院させるのがベストよ。そうだな、新たな犠牲者が出る前にな。それにしても、今回の絵も凄まじかったわ。まあ、理解はできないな。難易度高くて意外と難しかったのよね。次回もぶっ飛んでる絵が出てくるんだろうな。今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは、またね。動画をご視聴いただき本当にありがとうございました。評価とコメントをぜひお願いいたします。チャンネル登録もしてくれよな。ちょ、また言い方。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。おすすめ動画と関連動画もご覧ください。それでは、次の動画でお会いしましょう。またね。